どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、キャッシュレス、ホテル、航空会社ね、一週間のニュースで、ね、まとめて紹介していきたいなと思います。ということで、今回もですね、ちょっとまあまあ数があるので長くなっちゃうかもしれないんですけども、ぜひね、最後まで、えー、ご付き合いいただければなと思います。ちょっとね、先週末ちょっと細かい話できませんでしたので、まあ今日ね、えー、まとめて紹介していきたいなと思います。 はい。ということで、まず一番最初にリマインドです。間もなく終了ということで、D ポイント増量キャンペーン、今15%、まあほとんどの方が10%、抽選でプラス5%のね、D ポイントに交換すると、 え、増量されるキャンペーンがね、間もなく終了いたします。3月31日、もうエントリーね、もうできていて、キャンペーン自体がですね、今月末で終了っていうふうになりますんで、交換予定のある方は、この機会にね、交換しといていただければなぁと思います。特にね、JAL マイル D ポイントからね、交換することができるっていうふうになりますんで、JAL マイルにね、交換されている方は D ポイントに交換しといていただいて、で、JAL マイルにね、通常ポイントを交換していただいて、この増量分はね、期間用途限定っていうふうになりますんで、増量 された分はでででですすすねねねね日光フロッキーととかで、ね、現金化るるここができきってていいううにになりまま、ね、の機会に交換、ね、しといておきましおょうそれでは次にですね、こちら、えー、ニトリのキャンペーンね、私のショート動画とかでもね、紹介させていただきましたけども、えー、ニトリのキャンペーンのね、特典、えー、手数料のキャッシュバック、またね、特典のキャッシュバックも、えー、付与されているっていうふうになりますんで、えー、ニトリのね、三井住友カードのキャンペーン、参戦された方は、チェック、あのこちら V パスアプリからね、えー、見れると思いますので、ぜひチェックしておきま ましょうそれでは次ですねこちらね、えー、ハフなんですけどもなんとね9回の方限定ということでなんと「おかえりキャンペーン」っていうのが今やっておりましてスタンダードプランに2940円で復帰できますよっていうキャンペーンがやってるんですよねこれめちゃくちゃいいですよね。2940 300円を支払ってスタンンンダードプランなんで300コインがもらえる っていう風になるんですよね。ですので、300コイン以内のね、ホテルであれば、1泊ね、2940円で宿泊することができますし、もちろんね、もっと少ないコインのところであればですね、1泊2泊することがね、2940円で利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、あの、ログインしていただければね、バナー出て、あの、多分これ対象者限定なのかなまあ、ちょっと私は表示されておりましたので、ぜひね、あの、今、休会されている方、ハフね、 チェックしていただければなと思います。2940円で300コインもらえるんだったらめちゃくちゃいいですよね。それでは次にコインプラス口座登録キャンペーンということでコインプラスに SBI ネット銀行対象支店を 登録していただくと、漏れなく200円っていう風になります。こちらね、コインプラスエアウォレットのキャンペーンでね、こちら利用、あの、ダウンロードされた方ね、結構多いと思うんですけども、SBI 銀行の対象支店ね、あの、登録するだけで200円もらえるっていう風になりますんで、こちらね、ちゃちゃっとやっておきましょう。対象支店ね、こちらに記載がありますので、まあ、ここら辺の支店ね、あの、保有されている方は、コインプラス登録するだけで200円もらえるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら、サクッとやっておいて いいいたただきたいなと思いますそれでは次ですね、リクルートポイントが Amazon で利用できるようになりましたということで、こちら、朗報ですね。リクルートポイントといえばですね、リクルートカードありますよね。お得系で結構有名なね、クレジットカードなわけなんですけども、リクルートポイントがですね、Amazon で利用することができて、こちらね、連携が必要みたいなんですけども、リクルートポイントがね、1ポイント1円で利用することがね、Amazon でできるようになりましたということで、こちら、朗報ですね。ぜひ、リクルートカードとかね、 持っている方は早速ね連携こちらからねしといていただきたいなと思います。 それでは次にですね、イオンカード暮らしのマネーサイトからご利用通知サービスがプレスリースで発表されておりまして、イオンカードですね、私の動画でね、キャンペーン等々で作った方結構いらっしゃると思うんですけども、3月の15日からですね、より安心安全にご利用いただくためにご利用通知サービス登録を開始いたしますということで、実際に利用できるのはね、4月の2日、10朝10時からになるみたいなんですけども、結構持ってる方いらっしゃると思いますので、このクレジットカードの利用通知 ねあのメールかねイオンウォレットアプリのプッシュ通知でね受け取れるようになるみたいですので基本利用後5分以内にねあのもらえるっていうふうになりますんでこれはねちょっと登録するのめんどくさいですけども不正利用のね防止とかにもなりますんで是非こちらはね登録しといていただきたいなと思います私もねイオンカードね7枚ぐらいあるのかなはいちょっと面倒ですけども後でねやっておきたいなと思います それでは次にですね、三井住友カードから家族カードスマホタッチ決済紹介キャンペーン条件達成で1000円分のギフトポイント。 コードプレゼントということで家族がスマホタッチ決済を始めると v ポイント1000円分もれなくもらえるキャンペーンが来ておりますキャンペーン内容ですね3月の29日1日から4月の19日までこちらで対象者限定になっておりまして弊社から当キャンペーンに関するメールまたは v パスアプリのプッシュ通知を受け取った方もしくは v パスのキャンペーン情報または v パスアプリのお得情報に当キャンペーンの告知バナーが表示されている方ということで来ている方はこのキャンペーンで参加することができ っていう風になるんでですよねで対象カードが三井住友カードのプロパカードっていう風になっておりましてえ今回のキャンペーンはねビザカードは対象とならないっていう風になりますのでこの点ご注意ください。で条件なんですけども以下の2つを達成するということでご自身に紐づく加速カードの家族のスマートフォンで ApplePay もしくは GooglePay に設定する。 もう一つですね。一回以上のスマホタッチ決済を利用する。カード現物タッチ決済、ID 決済、非対面決済を除くということで、こちらですね、利用金額の設定がないんですよね。ですので、家族カードでまだね、スマホのタッチ決済始められてない方は、設定してですね、タッチ決済で、まあ、ジュース一本でもね、買っていただければ、漏れなく1000円分の V ポイントギフトコードね、もらえるっていうふうになりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。 特典自体はですね、6月中旬から下旬頃に V パスに登録いただいたメールアドレスにて V ポイントギフトコードを送付いたしますということで、えー、三井住友カードレーターね、こちらにメールが来るっていうふうこれからね、メールが来るっていうふうになりますんで、これ参加される方はですね、メールの登録ね、ぜひしといておきましょう。もれなくもらえる、しかもね、利用金額もないっていうふうになりますんで、 これめちゃくちゃいいですよね。ぜひね、家族カード保有されている方でキャンペーン来ている方はね、ぜひチェックしてください。それでは次にですね、ジャックスカードが3月25日にプレスリリースで発表したんですけれども、残高不足によりお引きしができなかったお客様のスマートフォンに SMS で以下の通り送信しますということで、残高が足りてませんよっていうね、支払いメールが SMS で来るみたいなんですよね。ジャックスカードといえば、私の紹介しているクレジットカードだと、 t カードプライム、ANA マイル還元率がですね、最大1.55で、しかもね、年会費も無料で利用することができるということで、非常にお勧めさせていただいているクレジットカードなんですけれども、あのクレジットカードね、発行しているのックスカードなんですよね。で、こちらね、あの、知ってると思いますけれども、今こういう詐欺ってすごい増えてるんで、これ見たときちょっとびっくりしたんですけれども、一応ね、今後、えー、このジャックスカードでね、残高不足で取引ができなかったお客様には、こういったね、SMS が飛んでくるっていうふうになります。 んでこちらねご注意いいただければなと思まます、まあ、残高不足でね引き落としができないとねくれすぎ傷つきますんで結構大変なことになるわけなんですけども一応こういったねサービスが開始になるみたいなので T カードプライムね保有されてる方は是非ね覚えておいてください。 それでは次にですね、ヒルトンオーナーズ特典、えー、変更のお知らせ、こちらが6京都からね発表されておりまして、先日こちらお話し,しましたよね、今ダイヤだと、えー、クレジットがね、1万円も,もらえるんですけども、えー、4月1日以降ね、ミニバーに変更になりますということで、えー、前回ね、話させていただきました。それと同様にですね、一部ね、さらに解約が入るということで、今ね、朝食無料サービスが3名まで。 利用すするることができるんできんよね私もちょっと前にね、えー、全員で4人で行ってきた時に、まだね、当時5歳の子供ね、あの、お金かかんなかったんですけども、まあ、今後はね、2名分までしか無料になりませんと。ということなんで、まあ、私が今度行くとね、お子様のあの、朝食代は必要になるっていうふうになります。またね、特典の滞在、ポイントであったり、ウィーケンド無料宿泊特典あると思うんですけども、そういった特典滞在の場合だと、大人3名まで無料っていうのが、今ね、6京都の規約だったわけなんですけども、えー、今後 ね 2名まで無料に変わります。で、これがね、4月1日以降のご予約よりということですので、まあ3月31日までね、利用できると思うんですけども、予約すればね、一応、あの、こちらね、確認してからね、予約するようにしてください。朝食特典はね、まあもともと2名分なんでね、しょうがないかなって思う部分なんですけども、この3名まで無料ね、非常に重宝された方多かったと思うんですけども、まあ今後はね、2名まで無料っていうふうになりますんで、確か、え、6京都の添い寝サービスは 12歳まででが添い寝無料だったので、まあ、今私はね、あの、利用しようと思った場合は、まあ、4人家族で1人が6歳、1人が0歳なんで、まあ、無料でね、全員無料で利用することができるんですけども、まあ、上の子がね、中学生とかになったら2部屋必要になるっていう感じですよね。まあ、こういった感じでね、あの、変更になりますので、この点ご注意ください。それでは次ですね、ヒルトンホテルの ハンプトン・イン・バイ・ヒルトンっていうホテルブランドありますよね。こちらがなんと、えー、革新的な北米のプロトタイプとリフレッシュされたビジュアルアイデンティティで未来を見据えていますということで、こちらね、ハンプトン・インがですね、強化されて新しいハンプトン・インに、ね、なるっていうことが発表されました。このハンプトン・インってね、非常に利用率がね、高くていいホテルとしてね、 あの、評判みたいなんですよね。まあ私はね、ニューヨークのハンプトンインに、まあ2年前ぐらいだったかな。一回ね、あの、マンハッタン島の中でね、一番低いホテルで宿泊させていただくっていうね、まあ紹介動画で利用させていただきましたけども、15年連続でフランチャイズナンバーワンホテルみたいで、結構ね、人気のあるホテルブランドみたいなんですよね。まあ私はあんまりね、あの利用する機会がない。まあやはりね、ステータス特典がね、ハンプトンインってそんなにないので、まあ利用する機会あんまりないんですけども、まあ今回ですね、 ヒルトンホテルの中のこのハンプトインがね強化されて2025年のね初頭に最初のホテルがねオープンする予定みたいなんですよね。 で、今まで通りですね、客室はね、こんな感じのスタイリッシュな感じになっておりまして、え朝食もね、皆さんにサービスしてくれる、あの、ホテルブランドなので、まあ、今後もこういう、同じようにね、利用することができるみたいなんですけども、このね、ハンプトンインがですね、今後ね、強化されるっていうことがね、ヒルトンホテルのね、プレスリリースで発表されましたので、まあ、強化されるということでね、どんな感じになるかね、これはちょっと楽しみですよね。 それでは次ですね、アメリカン航空が機内接続とエンターテイメントを強化し、AA アドバンテージ召喚を導入しますということで、まあこれね、AA アドバンテージっていうのは、マイルの、あのアメリカン航空のね、マイレージサービスの名前で、今後ね、アメリカン航空のこの Wi-Fi サービスっていうのは、アメリカン航空のマイルでね、購入することができるようになるっていうことが発表されました。まあこちらね、近日中ということで、まだね、開始にはなってないみたいなんですけども、AA アドバンテージメンバーはまもなくマイルを利用して、 そして機内 Wi-Fi 料金を支払うことができます。アメリカンは今後数週間で数週間でマイルの交換を、マイルを交換するこの新しいのを展開し始めます。夏の旅行シーズンまでに航空会社の全てのビアサット装備のナノボディ航空機は マイルと機械に Wi-Fi のロックを解除すること、を機能を提供します。さらにロイヤリティをさらに高めるために、この強化により、アメリカンアドバ AA アドバンテージのメンバーとして、メンバーとして、両が優れているというコミットメントを果たし続けますということで、まあ、今後ね、Wi-Fi サービスね、マイルで交換することができるようになるみたいですね。今ね、デルタ航空が今後ね、 無料にするとか発表しておりますし、あとマレーシア航空、シンガポール航空とかもね、無料で利用することができるっていうのをね、発表しているわけなんですけども、そんな中、アメリカン航空は、まあ無料ではなくて、マイルで購入してね、利用するみたいな、まあこういった感じでね、発表されております。 まあ今後ね、日系の航空会社とかね、どうなっていくんですかね。まあ海外の航空会社でね、Wi-Fi 無料はね、どんどん導入されておりますので、まあ日系でもね、どうにかね、導入してほしいところがね、ございますけれども、まあ一応ね、こういった感じでね、アメリカン航空で発表がございました。 それでは次で、ソラシドエアーですね、ソラシドスペシャルということで、2 0 2 0年3月27日0時からですね、セールを開催いたします。この動画が出ているのが3月の25日になると思いますので、明日の夜っていうところですね、羽田九州6600円、福岡沖縄4700円ということで、かなりアクセス数ね、集中して、 まあもしかしたらダウンとかしちゃうのかもしれないんですけども、まあこういった感じでね、利用することができるっていうふうになりますんで、東京、沖縄間はね、7400円とかね、設定されておりますので、やっぱり安いですよね。で、対象登場期間は4月の16日から7月の10日、予約販売期間が3月の27日0時から4月2日っていうふうになりますんで、 ゴールデンウィークのね、登場分も対象でね、キャンペーン開催されるっていう風になりますんで、利用予定のある方はですね、明日の、えー、夜からですね、星座待機してね、ぜひね、えー、利用してみていただければなぁと思います。やはりね、ソラシドイヤーなんでね、安いですよね。それでは次に ANA フェスタ3月21日にこちらで、ねえー、公式サイトにプレスリリースが載っておりまして、ANA からですね、グミ第2弾青グミナイトフライトが羽田空港 ANA フェスタに先行発売ということで、 こちらね、第2弾が羽田空港 ANA フェスタでね、先行販売されるようです。青組に新シリーズの仲間入りということで、2020年3月21日、青組ナイトフライトを羽田空港 ANA フェスタ各店にて販売開始いたしますということで、ANA の深夜便、えー、星空の中のフライトをイメージした第2弾の青組ナイトフライトみたいですね。で、こちらが、 えー、販売店舗、ANA フェスタ、羽田空港到着ロビーギフト券をはじめ、えー、羽田空港の ANA フェスタでね、えー、購入することができるっていうふうになりますんで、一応先行販売みたいなんでね。 こちらね、結構ね、あの、ツイッターとかでも拝見いたしますので、ぜひね、チェックしてみてください。それでは次です。ANAQ。毎月29日は ANA の感謝の日ということで、テチェックね、させていただいているわけなんですけども、国内線特典航空券の減額マイルキャンペーン来ます。5月の中から6月の14日のね、減額マイルキャンペーンっていう風になっておりまして、 対象路線はね、全方面っていう風になるんですよね。これ非常に期待ですよね。まだね、あの、必要マイルスはね、発表されておりませんので、 またね、あの、対象路線出ましたら動画にいたしますので、ぜひね、覚えておいてください。それでは次です。こちらね、今日発表された国内線新次第のフラッグシップ、ボーイング787-10型機就航日決定ということで、ANA からね、プレスリリースが出ております。3月の27日より、ボーイング787-10、国内新使用機が429席で就航いたしますということで、ボーイング787-10、 国内線使用機では、プレミアムクラス普通席の全席にパーソナルモニター付きの最新モデルのシートを装備します。プレミアムクラス28席普通席、ボーイング787-9国内線使用機より増席し、401席となります。えーね、国内線。 人資材フラッグシップとして、羽田、札幌、福岡など順次投入しますということで、こちらね、発表がされております。で、プレミアムクラスはね、こちらの座席っていう風になっておりまして、初便は ANA59 便を予定していて、東京、羽田10時発、11時35分の え、札幌行きのね、飛行機に一万初便で飛ぶみたいですね。で、これがプレミアムクラスで、こちらがエコノミークラスということで、とうとうね、国内線の新しいね、飛行機も就航日がね、発表になりました。これはちょっとね、乗ってみたいですよね。で、またね、 こちら、特別サイトもね、用意されておりますので、いやー、めちゃくちゃ良さそうですよね。本当ね、こちら、先ほど発表されたねえ、内容っていう風になっておりますんで、え気になかったね、結構いらっしゃると思いますんで、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。このプレミアムクラスとかめちゃくちゃ良さそうですよね。配列は222みたいですね。で、こちらがエコノミークラスで、エコノミークラスのモニターとは思えないぐらいね、めちゃくちゃ大きいですね。13.3インチ。 いや、すごいですね。まあ、こういった感じでね、発表されておりますので、気になる方ぜひチェックしてください。いや、国内線もね、とうとう新しい機材がね、えー、導入されるっていうふうになりますんで、これは楽しみですね。 それでは次にこちら、石垣島離島のバスも、え、船も ANAPay でピットタッチキャンペーンということで、こちらね、エントリー不要のキャンペーンになっておりまして、キャンペーン期間が3月の19日から5月の31日、対象となるお客様は ANAPay に加入されている方、新規で利用された方ということで、エントリー不要でね、利用することができて、 石垣離島移動にて ANAPay のビザタッチ決済機能を利用して対象の公共交通機関においてお支払い条件達成した方へキャッシュバックをプレゼントいたしますということでまず特典1ですね石垣離島の移動にて ANAPay ビザタッチ決済で対象の公共交通機関を利用していただく方にご利用金額を入れて最大1000円分の ANAPay キャッシュをキャッシュバックということで こちらね、下に書いてある通り、ANA ビザタッチ決済利用して、対象の公共通機関にて1000円以上利用した方も、最大1000円分のキャッシュを付与いたします。1000円未満の場合は、ご利用金額をキャッシュバックいたしますということで、これ1000円までのね利用金額であれば100、100%ボーナス、まあ、ボーナスキャッシュバックのキャンペーンですね。これはすごいですね。1000円以上利用した方も1000円もらえて、1000円未満の方はご利用分をキャッシュバックということで、で、これが1つ目で、2つ目で、 こちらですね ANA トラベラーズダイナミックパッケージを利用して 石垣島等々の離島宿泊し、ANA ビザタッチ決済で公共交通機を利用した方へ、ANA キャッシュ1000円分プレゼントということで、こちらは ANA トラベラーズで利用しないとね、受けられないキャンペーンっていう風になってるわけなんですけども、こちらね、利用予定のある方はですね、ぜひね、ANAPay で利用していただければなと思います。この端末のね、機械だけ覚えておいていただいて、こちらにね、タッチして ANAPay でね、タッチ決済していただくと、特典がね、もらえるっていう風になりますんで、 それでは次にこちら ZIP エアがですね、まあ有料にはなるわけなんですけども、成田空港出発時にプレミアラウンジ販売を開始しますということで、3月23日に発表がされております。成田空港出発時にご利用いただける成田プレミアラウンジ販売を開始します。成田プレミアラウンジは温かい食事アルコール、 を含む各種の絵物をご用意しており、シャワー、トイレも完備しておりますということで、シャワーが使えるのいいですよね。はい。で、こちらね、ラウンジ内の写真になっておりまして、本当に白スとかあるのかなすごいですよね。 はい。で、販売価格は5700円ということで、まあまあ値段はね、いたしますけども、ッ p やね、利用するときに有料でね、ラウンジが利用することができるようになっております。このラウンジはね、エールフランスとかのね、定型ラウンジになってるみたいなんですけども、対象路線ね、バンコク、シンガポール、ホノルル、バンクーバー、サンフランシスク、サンノゼ、ロサンゼルス、ソーヌ、マニラは対象外っていう風になってるそうです。で、ご利用開始は2024年の4月1日からということで、まだ利用することができませんので、この点 はねご注意くださいで、またね、ラウンジのご利用の際は、搭乗券または領収書をご提示くださいということで、ラウンジの受付でね、購入するわけではなくて、こちらね、航空券購入する時に買うんですかね。ラウンジの受付、直接購入できないそうですので、この点ご注意ください。で、営業時間は7時半から 21時、場所は成田空港第1ターミナル第1サテライト4回出国手続き後エリアで内容は食事ドリンク、ソフトドリンクアルコール、シャワー無料 Wi-Fi、座席数は170席っていう風になっておりますので、やっぱりシャワーがね、浴びたいっていう方結構いらっしゃると思うんですけども、まあまあなね <laughs>、しますんでね。まあでも、こういう希少なウイスキーがあるんだったらちょっとね、心は惹かれてしまう部分がございますよね。 それでは次に JAL ですね。とうとうね、エアバス350ダッシュ1000、ダラスフォートワース空港に運行開始で、ね、発表がされました。で、こちらがね、4月の17日から、羽田よりダラスフォートワース路線にね、運行開始っていうふうになりますんで、いや、とうとうね。 こちらね、開始になりますね。もうね、羽田ニューヨーク、えー、路線ね、1月の24日からね、えー、導入されましたけども、とうとうね、ダラスフォートワース路線も、えー、導入されるということで、いやー、いいですね。エアバス350年なし戦、本当にね、良かったので、えー、いつかね、ファーストクラスにね、乗りたいもんですね。まあ一応ね、4月の17日からね、こちら導入されるって発表がございましたんで、利用予定のある方はぜひね、チェックしてください。 で、次にですね、JAL のね、プレスリリースで、JAL エアバス社とボーイング社から42機、新機材導入を決定ということで、プレスリリースが出ております。日本航空は本日、取締会において、エアバス株式会社からエアバス350、ダッシュ900を21機、エアバス321ネオ、11機、ボーイングから787、ダッシュ9型機、10機を 10機の導入を決定いたしましたということで、えー、国際線では国内線主力機として運行しているエアバス350-9型機を新たに20機導入しますということで、非常にびっくりしたわけなんですけども、エアバス350-900、今国内線の主力機として利用されているこの飛行機が国際線に導入されるみたいですね。 いやあ、これはびっくりですね。座席とかどうなるんでしょうかね。もしかしたら、エアバス350-1000と同じような座席になるのかな。まあ、ちょっとここら辺ね、全然わかりませんけども、ひとまずですね、エアバス350-900ね、国際線か、国際線にね、導入されるっていうふうになりますんで、これはね、非常に楽しみですね。 で、またですね、国内線では、ボーイング737-8型機の更新機材として、2026年からボーイング737-8型機を21機導入を決定していますが、 現在運行空の中型機、ボーイング767の更新機材として、JAL と,として初めてのエアバス A321 ネオを11機導入決定いたしました。2028年から導入を開始し、羽田発着を中心に導入予定ですということで、まあ、この2026年2年後ですね、2028年4年後ということで、まあ、結構ね、先を未行した、まあ、導入にはね、なるわけなんですけども、まあ、こういったこともね、発表されたっていうふうになりますんで、いやね、 非常に楽しみですよね。このエアバス3 5 0 9 0 0とかね、どこら辺に導入されるんですかね。はい、非常に楽しみではございますけども、こういったのはね、JAL で発表がございましたんで、座席等々ね、今後発表になると思いますんでね、えこちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。 はい。ということで、ちょっと細かい話ということで、まとめてね、紹介させていただきました。紹介させていただいたね、公式サイトがあるものに関しては、全部ね、概要欄に載せておきますんで、気になるものがございましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画は、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が良くなった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、TP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただけると、とても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ